This program is brought to you by Yotsuyama Enterprises. Number one. はい、ということで、今回は、レッドイット大、4回目ですね。敵拠点も襲撃できるみたいなんで、ちょっと一回やっていこうと思います。っていうか一回テスト的に行っちゃいましたね。ちょっとやっていこうと思うんですけど、その前にログインリワード箱にあるアイテムを取っていこう。まあ、すげえ金もらえんだけどね、これ。預けられるもん。で、なんか襲撃するときにやられたら全部なくなっちゃうみたいなんで、持てるものっていうか、基本的にはアイテム最小限でいった方がいいみたいですね。お、ログインボーナス？なんだっけ？ログインボーナスだっけ？金の魚、HP 全回復。HP が、まだ体力自体が少ないんで、もったいないからしまっとこう、これも。よし、じゃああ、メール来たっけ。ドロップキックは元気よく、ああですか。ログインボーナス、レッドイットで遊んでいただき誠にありがとうございます。TDM 会員ランク報酬が、 TDM 会員ってなんだ、俺覚えてないけど、まあいっか。でとりあえず敵拠点の襲撃をしてみます。お待たせいたしました。てか一回行ったんですよね、試しに一回行ってきました。襲撃、マイチーム4日前、7時間、待合室、あ、なるほど、ここで防衛設定とかできるんだ。そうだ、そういえば一回テスト的に行った時に一人キャラ捕獲したんですよね。で初期化してる最中はなんか1分につきなんか青い炎のやつをスピリチウムかなんか回収できるみたいですね。身代金5000、まだ仲間にはできないんだ。これなんかこの捕獲したやつ仲間にできるっぽいんですけど、敵にもこれがあってここに捕獲されてるやつを取っちゃえば自分のキャラにできるみたいなんですよね。よし、参ります。てかまだキャラはいないのか。あ、そういえば元も最初のなんだっけ、チュートリアルでやったキャラが確かいたはず。設備購入、あ、なるほど。ああなるほどね。まあいっか。設定できんのかなこれ。あ、こいつか。まあいいか、とりあえず今は何も考えずに襲撃しに行く。
ランク5、ランク3、ランク2、ランク3。なんかこのまなんて言うんだろう、勲章みたいのがカウントが0になってる人攻めに行った方がいいのかな。ランク5、あ、なんだろう、わかんない、どうしよう。まあランク2で一回行ってみようかな。化粧室がいっぱいのためファイターの捕獲できません。ああそういうことか。じゃあ、ああ、化粧室を増やした方がいいんだ、捕獲できるように。足りない。あ、じゃあ襲撃だね、やっぱり襲撃してこう。そうだ、あと設計図で作れるようになった頭一回買ってみましたね。そしたら顔見えなくなっちゃったんですよね、残念ながら。顔で完全に選んだこのキャラクターの顔が見えなくなるっていう致命的な問題が発生しました。おっしゃ、攻めるぜ、裸足。おっしゃ、攻めよう攻めよう。お、行ってきます。装備品ないか、素手か。あ、3分制限時間がある。話が違うじゃないか。ランク2じゃなかったんかい。あ、危ねえ、危ねえ、怖っ。ほら、はい、お次。あれ次来ない。ちなみに初回試して行った時は敵3体出てきて、今回1人だけっぽいですね。出てこない。あと壊せになった。で、制限時間経つと強制的に帰んなきゃいけなくなるみたいなんで、あと1分。間に合うか。スタミナが。落ち着け、落ち着け。おっしゃ、使ってこ。そんないだな。間に合うだろう。壊れろ。オッケー。ギリギリ。武器持ってた方がいいな。武器持ってくか、素手のレベル上げときゃいいのか。
解率を 50% 以上にすれば報酬持って帰れるみたいですね。サクセス。襲撃はしたっすけど、そんなにミニにはなってないな。今度ランクもうちょっと上のやついくか。武器変えるんだったらちょっと一回買っていくか持っていくかしたいな。ローディング長えな。行く方は早かったんですけどね、戻る方がちょっと長い。This program is brought to you by Yotsuyama Enterprises. Number one. あとは、そっか、なんか持ってたっけな武器。ない。変えるか。あんたいいチームに入ったな。ないな。なかなか渋いじゃねえか。ないな。ない。またよろしく。じゃあもう一度襲撃する。お待たせいたしました。AR3 拡大。どっから攻撃受けてんだ。ここか。まあいっか、まあ何も考えずにまた襲撃するか。じゃあランク3、青いの多めに欲しいけど、お金かどっちかっていうと5万になるまでやっちゃうかこれ。20時間前が多いな。ずっとログインした人いないかな。みんなやってるか。さすがにランク2で2000いいんじゃないこれ。やられたらどうしよう。さっきの敵一体だけだったけど、一人とは限らないしな。はい、また3分。ご注意ください。おお、もういたよ急に。この野郎。お、クリティカルガード。で、なんか R3 でロックできるみたいなんですよね。初めて知ったんですけど。OK。 あー、だいぶロスした。あれ、これ持って帰れんのこれ。あれ、いや、置いてこう置いてこう置いてこう。いや、あいつは持って帰れるけどダメなんだよね。お、またいない。とりあえずお金、お金、あのキャラ持って帰っても化粧室がいないからな。よし、化
消失か。一回見てみるか。捕獲されてきていいのかな。誰もいない。誰もいない。これはいけるかな。落ち着け、オッケー。これ余裕だな。オッケー。これで報酬はゲットできたから、あとないよね。お、結構余裕で帰れる今回。でも持って帰ったところで入れる場所ないんだよな。だよね。じゃあ強制撤去になるまでちょっと周りに見てみるか。なんかないかなと言ってもあと7秒だけど。うん、なんもないね。獲得ポイントってなんだろう。ランクが低いうちは結構簡単にできるけど、ランク上がるとやばいみたいな感じなのかな。でなんか敵の襲撃は自分のランクより上のやつは狙えないみたいですね。とりあえずやってみたんですけど。なんで手持ちの武器防具は最低限にして、やられちゃってもそんなに被害ないような状態にすれば基本的には損はしないっていう感じみたいです。お金はどう見える。6700、あと3300か、3200ちょい。したらプレミアムデカールを買えるな。ぶっちゃけお金それ以外に使わないでしょ今。お金をたんまり持ったランク低い人は。1700でランク4とか結構きついでしょ。さっきの2000でランク2が結構美味しかったな。いないな。ランク5で1500は痛い。やっぱランク高いね。ランク高いって言っても自分より低いは低いんだよな。あ、いるじゃん。1300ね。まあ一回やられてみたいっていうのもあるけど、試しに一回ランク3で1500、まあいいんじゃない。発車します。今度は どこに出てくるのか。またここに来た。あ、来た。12たっけ。話がちげえだろうかこの野郎。危ねえ、危ねえ。大振りだな。これ
危なっ。避けますな。ほら、ほら。あそこには一人。あとは、あ、来たっぽい。25かよ。危な。ほら来いよ、ほら来いよ、ほら怖いんだよ25。おい、ほら。なんて武器持ってねえんだよ。敵はいない。よっしゃ、お金、まずはお金。落ち着け、落ち着け。お金落とせ。さあ、オッケー。落ち着け、落ち着け、落ち着け。ほら、あれ、さっき残り時間まだあったってことは、なんかやれることあったのかな。よし、あと1回行けばお金が条件に達する。そしたらデカール買おう。デカールシールか。プレミアムデカールだと消えないっていうのが結構メリットなんで、今シールなんだっけ、タンクとかアイテムとしてもらったやつと、あと自分で買ったやつか、あとこのモスキートってやつもあるんですけど、死んじゃったら消えるっていうのが今のところあんまり面白くはないんで、消えないやつが欲しい。お、ランク3で2500、すげえな。でもそんなにいらない、上限達しちゃうからな。あと1100、ランク低くて、おお、2000持ってんじゃん。2000って強かったんだよな。硬かったんだよな。ランク1で2、これいいじゃん、これおいしい。多分今みんな、なんていうの、階を上り詰めることに必死でしょ。先にデカールだよね、やっぱり一発目。あとは死んだりとか、お金なくなるのか。そうなると、まあでもまだデスメダル、デスコイン、デスメダル、わかんないですけど、
れでは。お、開いた。まあ、あるんで、お金を使っての復活はまだ考えなくていいかな、余裕あるから。ほら、来い来い。いいね？いないの？マジか。取りたい放題じゃねえか。私にデカールプレミアムデカールを買わしてください。おっしゃ、限度超えた。敵すらいなかった。誰かに持って帰られちゃったのかな。なんともあっけない感じだったな。イエス。おっしゃ、じゃあプレミアム買うか。でプレミアムはランダムっぽいんで、何が出るかは分かんないけど、何があるかも分からない。シール貼れるシールが1個だからな。結局このモスキートのままになる、なる可能性はゼロじゃないんだよな。とりあえず買ってこう。襲撃受けてお金がなくなる前にこういうの買っておきたいね。待ってたぞ、キノコの力を信じる。プレミアムデカール購入ドン。秘伝の鍋を作って死んぜよ。シークレットオブマイサクできたぞ、最高傑作だ。来たねシークレットオブマイサクス。うわ、くんかい。来たね。キノコの力を信じるのだ。しかも俺キノコ嫌いだからだ、食べれないかな俺。何がもらえた。スタミナ最大量が 50% アップ。これいいんじゃない。これいいね。それで良いか。え、貼られていたスキルデカールはなくなります。マジか。そんなことあんの。いや、それはきついな。買ったけどもまあ、衝撃の事実、貼られたスキルデカール消えるっていう、まさかの展開だったな。ちょっと残しとくか。じゃあプレミアムなんで消えることはないと思うんで、まあ次の、なんだろう、今レベル25完走だよね。なんでこれが次のレベルに、25以上かのキャラができたら、そいつに貼っていこう。そうなったらこれはなんて言うだろう、このキャラはこのキャラで残しておけるんで、死ななければっていうか、そうだね、残しておけるんで、次のキャラ作ったらこいつのシールはそのまま置いとけるってことなんで、この残しときます。もう混乱して何言っていいか分かんなくなっちゃった。まあいいか、とりあえず襲撃しに行ってみるっていう回の動画はここで終わりにしたいと思います。
はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。